おおお、なんだなんだなんだこの匂いは。言われる前に座っちゃう。いい匂いさせてるな。はい、来た。やっぱりいつもと何かが違う。これなんだ、主。もしかしてこないだ冷凍便で届いたやつか。名前は確かココグルメって言ったか。獣医師さんが監修したカエル国産手作りご飯ってのがコンセプトのようだな。本日2022年6月22日このココグルメがめでたく3周年ということで、期間限定で333円キャンペーンを行うそうだ。まあ詳しくは概要欄に貼っつけてある特別ページをチェックしてみてくれ。いやちょっと待て、俺は今飯を食ってるんだ。 BGM 止めろ。ああほら、主入ってきちまったじゃねえか。かわいそうに。盛り上がってんのはポケットの小銭だけじゃないか。かっちゃんかっちゃん、うるせえな。はい、主退場します。でもさすがにちょっとかわいそうすぎるな。主、ちょっと待ってくれ。あとちょっとしたら遊んでやるからよ。よっしゃ、ちょっと急ぎで食べよう。まったく最近の主はかまってちゃんだからしょうがねえな。いや、おい、主、言っただろ、主。それにしても誰がこの BGM 流してんだ。ちょっと待ってくれって、今飯食ってんだ俺な。主、分かったから、後でたんまり遊んでやるからよ。いや、主には悪いけどさ、俺飯は静かに食べたいタイプなんだよ。ほこりとか立つからよ、ステップ踏んでもいいけど静かに頼むよ。はいはい、守ってるね。お利口さんだね、主。いや、それにしてもこのポーク&ブロッコリーっていうのは俺はお気に入りだな。その他にもチキン&ベジタブルとフィッシュ&パンプキンってのがあるんだな。アルジ&ステップとアルジ&臭さってのがあればもっといいんだけどな。まあそんな味出しても売れねえか。速報です。満腹で上機嫌になり強制的にハンドブラッシングを求めた強要罪の疑いで千葉市柴犬小麦容疑者が逮捕されました。普段とは一味違うご飯を心ゆくまで食べ、上機嫌になり満足げな表情で主の撫で心を刺激、時折見せる牙のようなもので鼻毛を取るように脅し、そのまま30分間ハンドブラッシングさせた疑いが持たれています。警察が駆けつけた際に感冒器による抜け毛が辺り一面に散乱しており、その横で凶器をむき出しにして横たわる柴犬小麦容疑者を発見、その場で背後から優しくギュッと逮捕しました。これに対し容疑者は、まるでギターのように撫でる主にも責任がある、聞いてください柴犬ジョリーなどという謎の供述を残しました。この事件に対し裁判所は、30分でも1時間でも勝手にやればいい、むしろ仲良く一生やっていなさいと優しく語りかけました。